月の反対側に位置する最も新しい宇宙都市サイド7、地球連邦軍の最新鋭強襲揚陸艦ホワイトベースは、密かに開発が進められていた新型モビルスーツ受領のためサイド7に入港しつつあった。伝令、例隊、サイド7へ入港いたしました。至急ブリッジへおいでください。うん、了解した。同じ頃、ホワイトベースを追跡していたジオン公国軍少佐シャア・アズナブルは、モビルスーツザクを密かにサイド7に潜入させ、偵察任務に就かせていた。しかし、おいジン、貴様命令違反を犯すのか。シャア少佐だって戦場の戦いで勝って出世したんだ。突如始まったジオンのコロニー攻撃により、サイド7は戦火に包まれた。その渦中に一人の少年がいた。彼の名はアムロー・レイ。混乱の中、父を見つけたアムロは、避難民よりガンダムが先だ。父さんは人間よりモビルスーツの方が大切なんですか。そしてこの時、アムロは一機のモビルスーツと運命的な出会いを果たす。これが、こいつ動くぞ。同じだ、こいつか。すごい、5倍以上のエネルギーゲインがある。ザクは2機か。やってみるさ。ガンダム大地に立つ。見てろよザクメ。デニム総長、敵のモビルスーツが動き出しました。何？みんな部品ばかりだと思っていたが。いや、まだよく動けんようです。やります。来た。怯えて嫌がるぜこのモビルスーツはよ。敵を倒すには早いほどいいかね。やってやる。いくら装甲が厚くたって。今度ザクを爆発させたらサイド7の空気がなくなっちゃう。